矢印をなぞれ。はい、というわけでね、今回もガンバレジェンズやっていきましょう。まあ、今回もというかだいぶ久しぶりではあるんですけどね。はい、これシンクルマイズ4章でね、まあ、だいぶ環境が変わって、全国対戦の環境が変わったっていう感じで、伝言のウィングホームだったりとかね、あとはクーガのライジングマイティとかね、あ、ライジングマイティだというか、結構ね、強いカードがいっぱい出てきてね、まあ結構ガンバレジェンズの転換の場所っていうか、結構人気ね、これによっていろんなデッキがね、まあ、全国対戦どんどん出てくるかなっていう感じになると思うんですけど、今回はね、まあ、あえてそのシンクロマイズ4章の新しいカードを使わずに、あまあ、全国対戦でね、そのいわゆる人権デッキというか、まあ、シンクロマイズ4章になって、まあ、強化されたね、まあ、スピードデッキみたいなものとね、ちょっと戦っていこうかなというふうに思います。はい、相変わらずね、まあ、今回特になんかレジオンデアでも全国対戦でよく見るのが、まあ、これね、まあフィニッシャーなのにスピードレベルプラス、スピードレベルが5の、まあ、激強ね、極強フィニッシャーのカバーかぶったアタッカーこと伝言ウィングホーム、まだシンクロゲージ上げたいとか、まあ、ガッカガツイツ下げたいとかね、全国対戦にはもってこいの能力を持てるクーガーアベンジングマイティで、まあ、どのデッキにも絶対入るデスガードね、まあ、相手の防御を下げつつシンクロゲージも上げて攻撃も上げるっていうね、もう器用、超器用なデスガードね、もう今後どのデッキにも入ってくるであろう最強ねサポートカードでございます。まあ、そんな人権デッキを相手するのがね、今回のちょっと、まあ、ダメージ与える系の、ね、固定ダメージ系デッキですね。はい、まあ、基本的にはね、まあ、毎ターンね、その、まあ、武人ソードとこのエクシド技術がね、エクシド技術がチームにアタッカーディフェンダーが両方いた場合に、まあ、チームに800ダメージを与えて、でそこにスピードが6以上の場合は、まあ、武人ソードがね、1600ダメージを与えてくれるんで、まあ、毎ターンね、毎ターンっていうか、まあ、2ラウンド目まではね、必ず相手に2300ダメージを固定で与えることができるんで、まあ、相手がね、硬い敵、相手がディフェンダーとかね、防御力の硬いカードでね、まあ、締めてる時でも、さらに安定してダメージを与えることができるデッキとなっております。しかも今回ね、こんなことに先行トグルができたんでね、まあ、非常に結構好調な滑り出しというべきではないでしょうか。デスガードの強いところはね、シングルゲージも上げるし、まあ、攻撃も上げる、防御も上げる、まあ、ここまでなんか攻守ともに優れたっていうカードはなかなかないんですよね。やっぱりスパナのね、このアタッカーデッキみたいな。で、まあ、ネオ攻め隊も先行、後攻でね、まあ、上がるステータスが変わるんで、まあ、自分のね、チームによって、まあ、どっちかの能力を上げるっていうことなんですけど、まあ、両方の能力をね、まあ、一度に上げるカードっていうのは、なかなかね、珍しく、しかも強い、ね。まあ、蓄積、攻撃は毎回蓄積されて上がってくんで、まあ、本当にめちゃめちゃ強いデッキカードだなっていうふうに思いますね。はい。でもこちらのチームの説明をすると、武人ソードの効果が、武人ソードの効果が、攻撃スペル6以上の時に発動するんで、この2人組をね、まあ、どっちも6以上にしないといけないんですけど、まあ、エクシド技術をディフェンダー、エクシド技術は、ね、ディフェンダー高い両方にないと効果発動しないんで、まあ、ディフェンダーを入れて、スピードレベルプラス2、スピードレベルプラス4のやつをね、タックにしないと確定でね、スピードスペル6以上にならないんで、まあ、ディフェンダーのね、スナイプを入れる以上、もう片方はね、相方はアタッカーがね、アタッカーで4以上にないといけないんですけど、これ結構ね、いろんな枠が合うかなってくるのが、王者みたいに、エクシド技術の効果と合わせて、相手のクリティカル発動を下げて、保険をかけるもよし、新1号とかね、まあ、あと何が、新1号とか、まあ、あとはゴーストとかね、極みのセットの。で、能力を底上げするもよしっていうね。結構まあ自由とか効くカードかな、デッキかなっていうふうに思います。あとスナイプの強いところはライダーソウルですね。ライダーソウルで、まあ、仮にね、ゼタザを撃たれても、ある程度持ちこたえることができるっていう、まあ、デッキになってますね。はい。いや、これがね、結構ライダーソウルがね、まあ、出た当初はね、そんな強くないと思ってたんですけど、使ってみるとね、意外と助かったりする場面っていうのは結構あるんですよね。相手にとってちょっと地味に厄介なね、効果だと思うんですけど、うん、まあ、そこが強い。あとはね、このデッキ、ライダーキック、ライダーソウル、コマンドダッシュってね、まあ、自分の状況に合わせて、レジェンダービールを使いこなすことができるっていうのも、まあ、これで魅力の一つですね。まあ、という、通りですね、レジェンソウルが、ひざ立ててますね。かなりチャンスですね。まあ、2ラウンド目でね、2ラウンドどっちも先行取れたっていうのはかなり、ラッキーですよね。まあ、このガンバレジェンドは非常に、まあ、運も絡んでいるゲームなんでね。
まあ、ただのゲームのそのカードの実力だけじゃね測りきれない魅力がありますよね。はい、すごいね、本編の再現、主人ソードのね、まあお姉ちゃんの勇気のために戦うと勇気の仮面ライダーですよね。いや、そういえばね、主人ソードのクレイジーキャプトもね、来年の1月に発送されるんで楽しみですね。さあ、フィニッシャーなんでね、まあ、視察もかなり高いんで、かなりバランスに取れたデッキですね。さあ、35、どうだ？はい、というわけでね、ありがとうございました。まあ、相手に付け入る隙も与えませんでしたね。まあ、せっかくね、スピードレベル上がったとこにも、まあ、兜とかね、ウィングホームスピードレベル上げても無駄だよっていうね、